マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエット効果の高い飲み物、あなたはどんなものを召し上がっていらっしゃいますか？そこでこの動画では特に寝る前に飲むと痩せる簡単な方法がわかるんです。辛いダイエットは続かない、でも健康的に綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。寝る前に飲むと痩せる飲み物についてお話しします。ではお話の流れはこちらです。1つ目、なぜ寝る前に飲むと痩せることができるんでしょうか、その理由と、2つ目、寝る前に飲むと痩せる飲み物を具体的に飲み方までお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜ寝る前に飲むと痩せることができるんでしょうか、その痩せるポイントをお伝えしていきますね。まずポイント1つ目はこちらです。腸内環境が整うからなんですね。これとっても大事です。やはりですね、腸という臓器は実は寝ている間に一番よく働いてくれる臓器なんですよ。逆に言うと日中活動している、イコール緊張状態の時って腸ってそんなにね活発に動いてくれないんです。ですからいかにあなたの腸が寝ている間にしっかりと働く環境を作ってあげれるかあげれないかで、痩せるか痩せないかがね、やはり変わってきてしまうということなんですよね。その時にこれから私がお伝えします、寝る前に飲むと痩せる飲み物を飲まれますと、この腸がね元気に働いてくれますよということですから、ぜひ最後まで楽しみにお待ちくださいね。そして次です。痩せるポイント2つ目はこちら、睡眠の質が向上するからなんです。これすごく大事ですよね。先ほどのお話とつながりますけれども、やはりいかにぐっすり睡眠ね取れているかどうかで、太るか、太らないかが変わってきてしまうんですよね。もう簡単に言うと、睡眠不足の方もしくは質が悪い方はね太ってしまうんです。なぜかというと、やっぱり寝てる間に痩せるために必要なホルモンたちがですね作られるわけですよね。そういったのがしっかり作れないと、やっぱりそれだけで太っちゃうという、悲しいことになりますから、やはりですね痩せようと思ったらよく食べ物重視とかね運動とか目が行く方多いんですけれども、実はですね根本的な部分というのはやはり睡眠もものすごくね痩せるためには大事なんですよってことをお伝えしたいと思います。では2つ目の項目です。寝る前に飲むと痩せる飲み物についてなんですけれども、この項目ではそのダイエット効果、材料、作り方、痩せる飲み方のポイント、注意点についてお伝えしていきます。まずは使う材料の1つ目はリンゴ酢になるんです。リンゴ酢については私も別の動画でもたくさんダイエット効果や美味しいレシピご紹介してますから、ぜひねこの動画ご覧になった後そちらにも行かれてチェックしてみてくださいね。そして話は戻りますが、寝る前のリンゴ酢のダイエット効果ということで、私もね毎日リンゴ酢飲んでます。でその時のお食事のメニューとかで私は飲むタイミングを変えてるんですね。ただ最近やっぱりですね、夜な夜な夜遅くにライブをしたりとかですね、結構交感神経、緊張する方をね刺激したまま夜を迎えることが多いので、これはねまずいなと思ってたところに、やっぱりねこういう時こそ寝る前にリンゴ酢飲もうかなと思って始めたんですね。やっぱりそうするとね違う、もうこんなに夜遅くね頑張った日でも翌朝元気に起きることができるしですね、もう体重も全然増えてないです。なのでこれはいいなと思って皆様にご準備したレシピが今回の動画ということならですね。でなぜリンゴ酢が夜寝る前飲むとダイエット効果が高いのかっていうその理由なんですけれども、やっぱりですね太るもと血糖値の急上昇をしっかり抑えた状態で眠ることができるからなんですね。例えば夜太りやすいもの、白米とか甘いものとか脂っこいものとか食べてしまったらもう全吸収ですよね。なぜかというと活動しないわけですから、エネルギーを消化するそのきっかけがないわけです。その時に放っておくと太りますよね、全部吸収しちゃうので。その時にしっかりと寝る前にこのリンゴ酢飲んであげると、その太るもと血糖値の急上昇を抑えた状態で眠りにつくことができますから、そこグッとねやっぱりね避けたいですよね、増やすのは。なのでしっかりと寝る前に血糖値の急上昇をある程度抑えておきましょうということです。
そしてプラス嬉しいのが美容効果が高いんですよね。このリンゴ酢をですね飲まれますと細胞のダメージを遅らせることができる、まあ、結果抗酸化作用と呼ばれるですね、老ける体、ね、老化現象です。そういったねどんどん細胞がこう年取っていく、錆びていく、ね、よく言いますよね。そういった状態をしっかり防ぐことがこのリンゴ酢でできますから、なのでやっぱりね私もそうなんですけども、寝る前にねリンゴ酢飲むんですよ、ドリンクにして。そうすると翌朝のその疲れ方がね違うんですよね。慌ててですねちょっとこう違うあのもの、これもね腸活でいいものなんですけれども、ちょっと今日はね気分変えてこっちにしようかななんてちょっと違ったものを飲んだ日があったんですよね。やっぱ翌朝の疲れっていう点では、あ違うって、やっぱり夜のうちにねリンゴ酢一杯飲んで寝ればよかったってね思うことがありますから、ぜひ例えばあなたがですねなかなか寝つけないとか、夜ちょっと脂っこいもの甘いもの食べちゃったなっていう時とか、なんかもう最近疲れとるとかね、そんな人はですねぜひこのリンゴ酢を使ってみてくださいね。はい、ではここからそれぞれ使う材料が持つダイエット効果をお伝えします。材料はね今回たったの3つです。で1つ目は先ほどお伝えしたリンゴ酢になるんですが、先ほどの効果プラスアルファですね、こんなにたくさんもダイエット効果があるものなんですよってことをお伝えします。もうぜひここチェックしてくださいね。まずは脂肪を燃やす効果もある、基礎代謝が上がって結果脂肪がつけにくくなっていく、で先ほどと重複しますが血糖値の急上昇を抑えてくれる。しかもですね、じゃあなぜたくさんあるお酢の中でもリンゴ酢なのって思いませんか。その理由はここです。酢酸がね一番多く含まれているのがリンゴ酢になります。なのでダイエット効果を期待するようであればリンゴ酢おすすめです。その時にねやっぱりなぜいいかって、その腸の動き、全脳運動が活発になるきっかけがこの酢酸だからなんですね。しっかりとこれ腸を動かして根本的な痩せ体質に生まれ変わっていきましょう。でまた満腹感を得やすいので食欲を抑えます。例えばねちょっと夜更かししたなと思って、あなんかやばい小腹が空いたでついつい食べちゃうとかないですか。で翌朝こうもたれてね、はぁって食べなければよかったなってこう自己嫌悪みたいなね、そういったこう負のスパラルにもなりますから、そうならないためにやっぱりリンゴ酢の効果使ってくださいね。食欲を抑えてくれます。でまたねむくみ改善効果があるので、例えばですねやっぱりあの体重は落ちたけれどもむくんでいる、結局見た目が変わらないとかね、嫌じゃないですか。しっかりねリンゴ酢の力ですっきりとしたお体を作っていきましょう。では材料の2つ目はこちらです。お酢、酢油ですねの効果になります。まずこのリンゴ酢を使ったドリンクを作るときは必ずホットで飲んでいただきたいですね。冷たい冷やしたものを飲んでは逆効果ですから、ここ注意してください。で酢油はやっぱり内臓が温まりますからね、もうとにかくそこで内臓の働きがね活発になって結果代謝が上がって脂肪燃焼効果がアップします。でまた生姜や代謝がアップしますから、もうこれ本当おすすめで、またですね酢油を飲むとデトックス効果もありますから、ぜひねお腹すっきり、老廃物すっきり、デトックスしていきましょう。プラスむくみ改善効果もなんと酢油にも含まれているんですよ。リンゴ酢とダブル効果でここを味方につけていきましょう。では材料3つ目です。今回は蜂蜜を使います。で蜂蜜もね夜寝る前に取っていいのって思う方いらっしゃるかもしれませんけれども、逆に例えば忙しくてその晩ご飯が食べなくって、でもうこのままね食事抜きで寝ようかなと思ってたところに、でもやっぱりお腹空いたってなりませんか。そのままだと低血糖だからね寝つけなかったり睡眠の質が悪くなってしまうので、だったら睡眠の質を上げてね血糖値をある程度一定保った方がいい方はですね、やっぱり蜂蜜入れた方がいいです。でもしね結構夜食べ過ぎてる方っていうのはもうそれ以上カロリー取らない方が良いので、無理に蜂蜜を入れなくても OK です。この蜂蜜を入れる方っていうのは低血糖の方、血糖値が落ちてしまってなかなかね寝つけないという方にはおすすめですから、そういった方は蜂蜜入れてみてください。で蜂蜜もね量をちゃんと守ればすっごくダイエット効果あります。もう人工甘味料のねカロリーゼロみたいなのを使うよりも絶対こっちの方がおすすめです。でね脂肪を燃やしてくれますし、何よりもねオリゴ糖が入ってますから腸内環境が整います。そしてポリフェノールも含まれてるから脂肪燃焼効果がさらにアップ、そして栄養価が高い、これ大事、
栄養不足のままだと痩せることができません。なのでこういった甘みをちょっとつけることでね、そこからも栄養が取れたら、しっかりと栄養がないと痩せるホルモンは夜作ることができませんから、こういった点もね、味方につけてくださいね。では今回ご準備したレシピはこちらです。もう基本中の基本ですから、まずしっかりとここ押さえてください。リンゴ酢ドリンクです。材料1杯分、まず白湯です。 200ml 準備してください。そしてリンゴ酢大さじ1、蜂蜜大さじ1、たったこの材料3つだけで夜寝る前に飲むと痩せる効果があります。でこれもね、やはり材料選びすごく大事です。太るリンゴ酢ってあるんですよ。例えば人工甘味料とか香料とか保存料、もういろいろと余計なものが入っているものはダメです。私が言う痩せるリンゴ酢というのはですね、純リンゴ酢といって、原材料がね、もうたった一つだけ、リンゴ果汁がね 100% のみ、もうこれだけでできているリンゴ酢選びましょう。で蜂蜜もしっかりですね、やはりここも余計なものが入っている場合もありますから、ぜひできれば国産の蜂蜜がおすすめです。では以上のドリンクをね、じゃあどうやって飲んだら痩せることができるんでしょうか、ということで飲み方注意点お伝えして終わりますね。まず痩せる飲み方は、寝る間だいたい1時間前ぐらいに飲んでおきましょう。そして2つ目、ホットで1杯で十分です。もうガブガブって何杯も飲んではいけませんよ。やはりリンゴ酢はね、お酢ですから、飲みすぎてしまうと胃腸に負担がかかりますし、まあ、歯が溶けてしまったりね、いろんなデメリットもありますから、ぜひここは守ってくださいね。そしてまずはね、12週間続けてみましょう。もう体質改善もありますし、やはりね、1日2日で変わるものではありませんから、ぜひね、コツコツと美味しく楽しく続けていきましょう。そして注意です。飲んでからですね、30分以上経ってから歯磨きはしましょうね。このリンゴ酢ドリンクを飲んだ直後に歯磨きをしてしまいますと、あの歯のエナメル質がね、傷ついてしまう可能性がありますから、そこは注意です。そして胃が弱い方はね、ちょっと NG です。なぜかというと、刺激が強すぎるので、ちょっと今日はね、胃がもたれてるな、なんか調子悪いなっていう時は飲まないようにしてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画まとめポイントは、ダイエット効果が高いリンゴ酢なんですけれども、これを夜寝る前に飲むとさらにダイエット効果が高まるんですよってお話をいたしました。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。